ママさんたちにそんな楽してね。名前カタカナある、うん、変えてみました。見てみましょうか。まずサムネ、いい笑顔なんじゃない？良くなったね、後ろ髪より。これがあなたらしいね。配信、皆さんよろしく。よろしく、カタカナやめてよ。カタカナの乱用っていうのこれ良くないで。今の時代についていけない。やったらカタカナに従うでしょ。古い、ガラスの心のためで、これもカタカナ乱用してるでしょ。みんな楽しんで、楽しく絡んでください。まあいいんじゃない。まあ俺はあんま好きじゃないプロフィールだけどね。柏の雪とかはセンスいいよ。プロフィールユーモアがあって、柏の雪はねいいんだよ。長いけど、知ってた。みんな お手本みたいなもんじゃない。01推し、自分が大好きね、池ボカテでやらせてもらっております。健全なメンヘラです。陰キャなパリピ、パリピな陰キャ。ご用の方は DM まで。最近自由すぎて自だらしてます。汗、何かメリハリつけたいです。少ないガチアンチが大活躍。警察と弁護士に掛け合い中です。私になりすましの、なりすまして他者へ悪行やネットハッカーストーカー行為、乗っ取りなどもされています。法で捕まる犯罪ですと。犯罪者がいましたら一報を。得意なこと、歌、モノマネ、かっこ古め、料理、若返り術、哲学です。大人の発達障害の可能性があります。かっこ未確定。何これ、療育遅れは一切なし、むしろ良好です。世間知らずのお嬢様、老衰してアホやらかしてごめんなさい。これはね結構面白い、このカッコとかね。こういうちょっとユーモアがないと、長くても。あるじゃん、なんか柏に雪らしさが出てるじゃん。なんか当たり前のことなんて書かなくていいよ。よろしくお願いしますとか、そんなことプロフィールに配信で言えばいいじゃん。当たり前のことは当たり前に書いたって意味ないよ。俺をね師匠に選ぶのはね難しいからね。俺はやっぱカリスマ性で勝負してるから、カリスマ性で、何も書いてないことによってカリスマ性が出るわけでしょ。よろしくとか書かないよね。だからプロフィールもみんながぎっしり書いてる中、俺は一切書いてない、ずっと。それぐらいもう配信で伝えること伝えてる。何でもね。自慢プロフ？何自慢プロフって。受賞歴が多いってしょうがないよね。それ自慢じゃないよ別に。しくよろ、それも滑ってるね完全に。いいよ別に椅子座っても。で、あるさん始まらない。座りたい新人なんていないよ。
自分で精一杯なのにね。アイテムもねそんな飛ばないしね、そんな人の心配してる余裕ないよ、はっきり言って、マリオは初めの時に比べたらだいぶ育ってるね、育ってきてる。弟子はいないよ。でもマリオは勝手に右腕名乗ってるから、右腕って弟子じゃないよね別に。弟子はいないっすよ。クルちゃん泣いてる。もうクルちゃんとはもうブロックしてるから。鳩の多い。何かあると俺の枠に報告来るんだよ。それだけ中心なんじゃない。いろんな話題が集まるっていうのは、なんかしてほしいんでしょ俺。アルさん始まらない？アルさんもういい加減にしてね、人振り回すの。火薬が超絶ディス？誰の？俺の？養分の？もうだ遅いでしょ。もうだ向いてないんだよもう配信ね。向いてないね。でメイクも始めちゃったかもね。でもおばちゃんっていうのは関係なくて、年齢いってても早い人は早いで、仕事できる人っていっぱいいるからね。はい、お疲れ様。年齢はまあ関係ないね。向いてないんじゃない、ネットが。ネット。俺ですらめちゃくちゃ早いからね、コメント打つの。こう見えて、されます。そんなことしないんだけどね俺普段。まだダメだし食らえますか。ちょっとプロフィール見るよ。このガラスの心の心をか開あの漢字にしないとダメだよね。で普段一応お母さんやってますって笑っちゃってるでしょ。もうおふざけいらないから勝手に笑わないでほしいよね。配信つけたら配信者になりきります。それ見てみるから、これ音符もいらない。もう絵文字全部外して。で、絡んでください。この伸ばさなくていい。絡んでくださいでいい。で、心を漢字にして絵文字を全部取って。いい？そっちの方が真剣さ伝わるよ。そんなんいるからいっぱい。のんきに絵文字つけて自己紹介してる人伝わってこない。全然真剣さが、勝手に笑ってるし。チャット直して、ずっと待ってるんだよ。
だって滑ってね、あのプロフィールでさ、勝手に草生やして笑ってるプロフィールあるじゃん。あれ何が面白いのかなと思うで、俺は。勝手に一人で笑ってる人。うん。配信始めちゃいました。わらわらわらとか。何が面白いのかなと思う。俺は分からん。ちょっと痛いなと思っちゃう。プロフィールで分かるもん。うん。あ、向いてるか向いてないか。うん。だから淡々と自分の枠のルールを淡々と書いてる方がいいと思うよ。どっちかっつうと。いや、そんななんかキャピキャピするのって若い女がやればいいんだよ。うん、若くないでしょ。若くないんだから、うん、落ち着きのあるコメントの方がいいと思う。落ち着きのある自己紹介の方がいいと思う、年相応に、うんうん、うん、早く配信つけないと俺待ってるしね。俺もう配信終わろうと思ってるよ。もうそこまでやってあげるよ。流してあげるよ、全部。うん。そこまで。やってあげるよ。じゃあ500人ぐらい行くでしょ。やりなよ。俺に言ってきたんでしょ。頑張るって。頑張らなかったらもう知らないよ。なんて優しいんだろうね、俺って。まだ？アイテムももらってないからね、花火も一発も、うん、無料ボランティアじゃん。ボランティア何も返ってこないで、はっきり言って、うん、グローにもこんなことしたことないよね、俺。グローさんにね、だからもうね、ママさんね、もう諦めた方がいいと思うよ。はっきり言って、そんな 甘くないから。うん。うん。甘い世界じゃないよ。フミヤさんのアドバイス、フミヤが行ってこないでしょ、うん、行ってきてるから今行ってるんだよ。行ってこない子に言わないなんで、そんなわざわざね。まだかな、うん、またね、ラブリンさん、ありがとうございます。あ、ふみやにじゃあ無料投げてあげて。もうちょっと疲れてきた。もう今日終わりだよ。うん、疲れた。配信終わります、うん。コメントも固まってるしね。出てる人と休むわ、うん、でまた12時ぐらいからやるよ、うん、12時ぐらいから。もうちょっと鳩もいし疲れだ。ちょっとみんな終わるからちょっとナイスだけ押してくれる、最後ごめんね、ちょっと、うん、ナイスだけ押して、最後1200ぐらいまでいける、いけますか。うん、でちょっとシングルマザーの底力ちょっと見てみるわ、どれぐらい頑張れるか。やる気あるらしいから、うん、どうせね普通に喋るだけだと思うよ。
何もしてない、いろいろしてるんだ。じゃあね、1200ぐらいいける？見てきて。で、ワンちゃん頑張ってたら絡もうかな。なんて人？カタカナある。通常枠してる？ああ、ダメだね。生ぬるいね。ナイス。まあまあ、これぐらいもらえばいいよ。イベント中しかも。イベント出てるの？これマリコってブロックね。くだらないから。偽物とかいらないから。あと30いけます？砂田さん30、あ、地震じゃない？地震来た？冷蔵庫が揺れた？気のせい？来てないか。何？私にも引いてきました。元運営さんどうそうです。どういうこと？パルクさんから養分くんまで自分の思うようにいかなければ私にもヘイト決まり。何の話ですか？自分の思うようにならなければ私にヘイト来ました。どういうこと？どういうことなの？養分もかけ直しがない時点でそういうことじゃない。もういいよ。ちょっといろいろ見るわ。見てちょっと展開考えます。見てね。ちょっと判断します。あと二重ナイスも押してくれないの？ちょっと押してよ。なんで押さないの？でも押してくれてる人多いからね。でこのエミタロのこれブロックしてもずっと湧き出てくるの、これ何なのこれ。エミタロの検察診断ずっと来るで、もう5回ぐらいブロックしてる。5回ぐらい押してるのに、ブロックしてるのに湧き出てくる。しつこいねエミタロリスナーね。配信してるってこと？ツイキャスで。でこのお帰り気持ち悪いもいっぱいいる。で大阪来たのって案件で来てるから、こう遊びに来てないんだね。このお帰り気持ち悪いも毎日来るね。これまた来るでしょ、これブロックしても。エミ太郎これ何なのこいつ、ずっとブロックしてるんだけど、なんなの。どういうこと？火薬たるは何の話してんの君も。意味が分かんないで。火薬んとこも、あ、 YouTube なんだ。
あと2だわ。あと2。ちょっと休む。ラーメンリスナード食べた。まあ、次配信つけた時はまあ展開あるから。じゃあね、みんなありがとうね。またね。で、あるちゃんもちょっと見てあげて。あるちゃん。ちょっとゼロワンハウスもちょっと様子見るよ。じゃあね、みんな。